ナミさん、こんにちは。今日の事件は、スバルの車の、解説といいますかね。これは、私も車好きなんでね、聞き入ってしまいましたね。で、私の返信としましては、同じように車を紹介してもよかったんですけども、今回ね、ちょっと珍しいエピソードがあったんですよ。珍しいと言っても、私のような田舎住まいだとということなんですけどもね。よく、イギリス王室とか、ちょっといいところの、何ですかね、お食事行くと、ケーキとかね、お菓子が、このお皿に乗っかっていて、しかもそれが2段とか3段のお皿に乗っかっているような図があると思うんですけども、私のね、お嫁さんのゆかちゃんがね、それを急に言い出してね、あんな店ないかなっていうんで、検索したんです。そしたらありましてね、じゃあ、早速行こうかって感じで、ちょっと離れていたんですけども、そっちに行ってきたんですよね。今日はそちらのお店のレポートをこちらで、していただこうかと思います。お店の名前はね、パティントンと言います。意味はわかりませんけども、セルシオの方で行ってまいりましてですね、パティントンの駐車場に停めました。この見てわかるかな、どうかな。この屋根が2つ並んでるじゃないですか。なんかね、長屋作りで、奥の方が多分住まいだと思うんですよ、こちらの方がね。で、前の方に、もともとは駐車場があったと思うんですけど、そこに店舗をドーンと据えてですね、屋根が2つ並んでる状態になってます。で、中に入ってみると、両方ともが店舗で使われてるんで、さらに向こうの方にお住まいの家があるのかなと。で、この辺はですね、いろんな家が乱立していて、本当になんか、土地の区分も、なんかちょっと曖昧な感じになっててね、いい意味で言うと、ざっくばらんなんですけども、近くにね、結構バラック作りもあって、割とそういうふうに開発にはちょっとね、取り残されてるところなのかなっていう印象なんですね。ただね、やっぱこういうふうな、老舗がもう何十年もやってそうなお店があって、そこではいろんな工夫を凝らしていろんな時代を切り抜けてきたんだなっていうところを伺わせるんですよね。で、駐車場もなんかこれ1から12までがこのパティントンの駐車場で非常に広かったんですけども、お客さんいなくって、私がこうやってねドーンと一番いいところに停めさせてもらったということでございます。次の写真いってみましょう。はい、これが奥さんの後ろ姿で、最近髪がね、またね、綺麗になったんですよね。後ろ姿に見とれてしまうような毎日ですけども、パティントンの方は、向こうにも駐車場があるみたいですね。で、こういうふうにケーキ、テラスもあるという感じですかね。で、この前に道路があるんですけども、この道路はほとんど使われてないんですよ。でも、車が行ったり来たりできるんですけどね。で、もう一個左の方に主要道路があって、旧道なんでしょうね、今これ見えてるのが。次の写真行きましょうか。はい、店内がこんな感じです。向こうの方にね、ショーケースがあって、紅茶の、この、いい香りのやつがね、いっぱいこうやって並んでますね。ケーキ屋さんみたいな感じです。はい、で、こういう風な、ちょっとおしゃれな絵が引っかかってまして、このイギリスの貴族が、アフリカとか三角貿易で儲けたね、富を元に贅沢を暮らしてるような図ですよね。この図だけ見ると、ああ、なんか、貴族の暮らしっていいなと思うんですけども、なんかあれですね。下手に知識が増し加えられると、結局、イギリスの貴族って、奴隷から搾取したお金で、毎日遊んで暮らしてたんでしょうみたいにしか見えないというね、ちょっと、ひねくれた心になっております。はい。いいですね。これ、ティーカップとか、なんか、おしゃれな茶器が並んでおります。はい。お水が出てきました。お水もなんとなく上品な感じがしますよね。天井、ちょっと画面の撮り方があれですけども、天井にほら扇風機みたいなのがくるくる回ってて、店内を循環してます。とても雰囲気のいいところですね。はい、紅茶が運ばれてきました。ティーカップも鳥とかなんかカラフルなお花が描かれていておしゃれでございます。香りもね、とってもいいですよね。セイロンティーをね、いただきまして、これを瀬戸内仕様で作ってくれてます。はい、奥さんが向こうの方にいますね。なんとなく雰囲気のあるお洋服ですね。私のプレゼントなんですけども。下の方に、パンが3つぐらい並んでまして、上の方はケーキとスコーンですね。うん、はい、じゃあ次の画面行ってみましょう。奥さんの方もなんかね、同じような感じです。はい、こういう風に並んでますね。ちょっと私も、ジャケットなど着ておりまして、それなりの雰囲気かなと思いますけども、奥さんの方ちょっと顔が出ちゃってますけども、恥ずかしそうに下向いております。ね、こう、アクリル板でパーティションしてるのが、やっぱなんかね、銀行の窓口みたいな感じでございます。はい。で、ハンバーガーをいただいてますね。すごくちっちゃいんですけども、3つありますんで、十分、
夕食の代わりになりました。これね、時間にして3時半なんですよ。で、夕食は5時なんですけども、まあ夕食だと思って食べようね、みたいな感じでいただきましたね。あれ、これなんだろう。あ、ここまでだ。すみません。写真はここまででした。はい。ということでね、お送りしましたけども、いかがだったでしょうか。なんと言いますかね、ちょっと違った雰囲気で、こういった午後のひとときを過ごす、みたいな、動画にさせてもらいましたけども、私たちの街にはね、なかなかこういうところがなくって、あったにしてもちょっと遠いんですよ。まあでも、その遠さがいいなと思いましたね。なんかこう、小一時間かけて、向かって、それで、美味しかったね、楽しかったね、素敵だったね、と言いながら、帰り道、会話も弾む夫婦かなというところでございます。まあ夫婦というよりもね、未だになんかこう、恋人同士みたいな感じでね、やっておりますけどもね、本当おかげさまでやらせてもらってます。ということで、今日のメッセージは以上でございます。ナミさん、私たちの街ではこんな事件が起きておりますけども、いかがでしょうか。では、失礼します。